そうですね、もう去年まで宮古島だったんで、まあ、少し寒いかなっていう印象があります。1軍との球場が隣ってことで、まあ、アピールもしやすい環境にあるので、まあ、いいと思います。そうですね、まず今年はまずいち早く結果を出して、まあ、支配下登録されるように頑張っていきたいと思ってます。そうですね、まず全体的なレベルアップなんですけど、まあ、試合始まってすぐ結果が出せるような準備、体の準備と心の準備をしていきたいと思ってます。今シーズン結果を出せるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。